大島ガモの慎んでお詫び申し上げます。こんばんは。こんばんは。はい、というわけで始まりました、慎んでお詫び申し上げますラジオでございます。よろしくお願いします。お願いします、はい、こちらのラジオですが、僕とね、うん、大島さんとで、この週、はい、週間であったりとかも本当好きなことを言っていきますが、最終的に謝らせていただくので、はい、何でもかんでも言わせていただくというような感じでございますが、はい、そうでございますけど、はい、そんなね、はい、話しながらちょっと今僕はもう水をコップの中に入れておりますが、言わなくていいよ別に何それ、ちょっと準備不足、絶対言わなくていいじゃん。ちょっと準備不足が否めないなというのをちょっと 反省をちょっとね。いや、水入れるぐらい準備とかでもないし、別に。はいはいはい、よかったよかった。はいはいはい、なんか流してるな。なんだ流してんの、ちょっとやっぱ恥ずかしい、恥ずかしいんで、ちょっとやっぱ。恥ずかしいってちょっと準備不足、準備不足が否めない。いや、準備、いやいや、別に水入れてないだけじゃん、別に。いいよいいよ、無駄な時間だな、始まってそうそう。この時間何？いやいやいや。ね、というわけで、1週間お疲れ様でございましたという、はい、お疲れ様でしたね、本当に。1週間というか、もう大島さんは今日がもうね、本当。はい、そうですね、今日、まあ、収録日、土曜日ですね。はい。まあ、先週から引き続いて、まあそうか、土日やって、うん、まあ今週土曜やってって感じです。今週土曜と。いやー、ちょっとね、はいはい、今日、まあまあ、川家さんにも来ていただきましたけど。はい、いや本当に今日びっくりしましたね。ちょっといやすごいっすよね。なんか半年中野でやって、うん、先週土日ね、同じ下北沢ボーナストラックでやったそのね経験があるにもかかわらず、うん、はい、今日はもう一個も回ってなかったもんな。まあ、お客さんがありがたいことにたくさん来ていただいたっていうのもあるんですけど、はい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 、マジで回ってなかった、まあ、ね、まあ、うん、まあ、出ばなはというか、そういうのくじかれたっていうのもあるんですけど、ああ、なるほどね。まあ、うん、まあね、まあ、これは別にいいんですけど、まあ、上杉君が、うん、そのボーナストラックがね、うん、IH しかないんですよ。はい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 、はい、機材的にね、機材というか機材的に、うん、だからどうしても寸胴は IH じゃ対応してないと、俺が持ってる寸胴、はいはい、ただそのたくさん作るためにやっぱ寸胴を使わないといけないから、まあ、必要ですね、必要なんで、僕がそのガスコンロ、うん、普通の家庭用の鍋とかやるガスコンロをね、カセットガスコンロみたいな、そうカセットガスコンロみたいなやつをまあまあこの時のために買って、おう、でそうで上杉くんが車を購入してくれたんで、うん、まあそのまああんまその一応その使うね機械が、はいはいはい、今のところ、うん、その僕のこ手伝いしかないから車の中に入れといてくれてたんですよ先週から。優しい。そうそう、だからそれありがたかったんですけど、うん、今日いざ朝来てみたら、うん、あれないぞってなって、カセットコンロが、ほうで、あれで、いや僕は絶対車に入れてましたみたいな、そうなのみたいな、じゃあ家ちょっともう確認してみるわっつって、うん、家探してもなくて、おえないけどなみたいな、はいはいはい、みたいななってて、でもそうこうしてる間にもオープンも時間ももう結構迫ってると、はい、でやばいやばいってなってて、うん、でしたら上杉が、うん、すいませんやらかしましたっつってそのもう家に忘れてたと、はいはいはい、で淡路が教えてくれたらしいんですけど、うん、でもそれでもう結構70人前ぐらいのね、もうポークビンダル、はい、もうその時点でもう一つもできてないと、開始から開始15分前でやばいやばいやばいってなって、はい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 、でもまあもう言っても並んでるし、そうですね、今からずらしますはできないから、ね、うんうんうん、まあ、そのまま強行、まあまあ、事前に作っといたポークビンダルもあるんで、なんとか最初の何十人ぐらいのはさばけたんですけど、はいはいはい、もうそっからずっともう追いつかなくて、なるほどね、そう、その序盤の遅れを取り戻せなくてはいはい、はい、で川木さんも来てもらったけどちょっと待ってもらって、はい、結局、うん、ね、僕ね結構待たして、いや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 、本当申し訳なかったですけど、全然なんかすごく僕はなんか贅沢な時間を過ごした感じがして、はい、ずっと顔真っ白な僕を見てましたもんね。そうそうそう、なんかあたふたしてる人たちがもうせっせかせっせかしてる中僕は椅子に鎮座し
ぼーっとそれを眺めるという。あ、ほんと贅沢な。いやいやいや、そんな全然、うん、いや大変でしたけどね。いや本当に目回るかと思いましたね、マジで。いやもう本当に、いやそう、すごい。でさ、はいはいはい、あの刺身さんもね、はい、そうですね、オープンして、まあ川家さん来る、はい、結構前に刺身さんも来てくれて、はい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 、はい、普通に、うん、来てくれて、でまあ普通に刺身さんぐらいの時は全然間に合ってたんで、まあ普通に食べてもらったんですけど、ね、まあちょっとだけ待たしたかな、はいはいはい、あの食べてもらったんですけど、はい、その後僕ね、その全部の営業終わって夜7時ぐらいにツイッター確認して、はい、見てたら、うん、マジでマジでびっくりしたんですけど、はいはいはい、まあ、刺身さんがこうツイートしてくれてて、してましたね、美味しかったみたいな、うん、そしたらそれに対して、うん、社長がなんか言ってたよ、美味しそうみたいなミクシーの木村さんが、俺マジ木村さんがやっばと思って、そんなんじゃないよと、ああ目つけられましたね。いやいやいや、めちゃくちゃ嬉しいですけど、うん、いやーすごいなと思って、いや嬉しかったですけどね。いやもう本当僕もね、先週はね、こうパナエさんをアテンドさせてもらって、はい、はいはいはい、今日はね、あの LINE の方 で、うん、あの刺身さんをアテンドしたんで、ガーシーじゃんアテンドさせてもらいました。モンスト界のモンスト界のガーシーが現れてるわいやもう本当にとてもありがたいな。でもそれによってまたこうね、いろんなつながりがあればねとは思いますけどね。いや本当にありがたいですよね。うん、いやもう本当マジで、でも本当こう、はい、なんか目まぐるしくせっせかなってるのは、もうそんな中上杉さんのね、一言一言が僕の中ではちょっとツボにはまりましたけど本当にもう、いやすごい、なんか普通に絶対言っちゃダメなこととか言ってるでしょあんまここで言えないぐらいの、いやまあ言えるラインでいくと、うん、ちょっと人とちょっと喋ると一個前のこと忘れちゃいますねっていうのを僕に言ったんですけど多分それを僕に言うことでまた一個前のやらなきゃいけないこと忘れてるいやそうよそうよ、彼のおかげでさ出遅れてんのにさその周回遅れでもまた遅れてたし、上杉だけ。いやもう本当にあ、だからだからこうね、大島さんとこういいコンビなんだろうなとは思いましたけど。いやまあね、いや僕はまあまあまあそれも込みでね、うん、別に今やってるから、はい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 、全然いいんですけど、まあ今日は落ち込んでましたねちょっと。あ、そうなんですね。さすがの上杉もちょっと落ち込んでたんで、まあまあ飯食ってね慰めましたけど、ね、また、うん、また休みの日とかにまた一緒にご飯行ってあげてもらえればと思いますね。そうですね、いや本当でもお疲れ様でございました、まあ、うん、いやいやこちらこそすいません、ありがとうございました。いやいや、次回、次回というか今後はどういう感じに、うん、今後まだちょっと未定なところあるんですけど、はい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 、はい、まあ簡単に言うとその、はい、まあ、自分でお店を出そうかなと思ってるところの物件をね、何個かまあ内見に行ったみたいな話はしてたと思うんですけど、はいはいはい、はい、言ってましたね。ここでちょっと、まあ、あるところに申し込みをして、今審査待ちみたいなところもあるんですよ。なるほど。で、まあ、結構ね審査もそう飲食店のやっぱ厳しそうなんで、はい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 、はい、もしかしたらねもう僕なんかも社会 の信用がゼロ人間ですから、うん、まあまあまあ言ったらまあまあ、ね、一番ね、そう一番低いところにいるんで結構、ね、まあ、ちょっと難しいかなというところもあって、うん、まあまあもちろんそれで審査が通ったらそのまま進めるんですけど、うんうんうん、まあそのもしダメだったとしたらまた同じ感じでやろう、ちょっとまあつなぎでやろうかなと思って、そうですね。それで言うと、はい、まあこれまだ言ってないですけど何にも、来週の土曜ももしかしたらやるかもしれないですね。え、もうなんか今日、はい、そうなんか運営の人からどうですかって言われたんで、はいはいはい、めっちゃいいじゃないですか。はい、まあまあまあ、あそこはね普通に宣伝になるんで、うん、すごいと、あそこマジですごいっすわあそこマジですごいっすよね。だって本当にそれこそあたふたは知ったものの、うん、客足途絶えてなかったんで、一生途絶えてないよかったよね今日マジで。ずっと言いました、お客さんが。
し、僕のことも上杉のことも知らない人がやっぱ半分ぐらい来てるんで、いやすごい、あれはすごいと思いました。まあ、場所的にも 土曜できるんなら全然やろうかなってとこもあるんで、まあ、今のところ、まあ、これまた言いますけど、うんうんうん、後日ツイッターとか多分、まあ、来週の土曜もやろうかなっていうところではありますかね。とても素敵じゃないですか。はい、あの本当ぜひね、あの皆さん行ってもらって、あと、まあ、うちの社長もね行っていただいて、いや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 、そんな社長が食うようなもん出してないよ俺は。いやいや、そんなご謙遜を、本当いやいや、とん本当に本当に怖いよ。だからもうなあ、まあそうね、ありがたいですけどね。そうですね、いやいやいや、はいはい、まあそんな、はい、それに向かった1週間でしたかね。いや、お疲れ様でございました。はい、いやいやいや、どうでした今週は。僕は今週はまあ本当お仕事だらけだったので、うんうんうん、まあゆっくりと、まあいろんなね、こう仕事のこうなんていうんですか、発表というかね、僕がちょっとだけ携わったものとかが今週はちょっと出てたりしてて、なんだこれは、ちょっとこれは考察班動くか。考察班が動く案件かもしれない。考察とか何にもないですけどね。まあね、まあね、まあまあ、うん、まあそうね、うん、まあ明日から、まあ明日というか、まあこのラジオが公開される前の日からね、はい、まあ某ゲームのね、コラボなんかもあったりしますから、そうそうそう、それのね、こう発表のね、はいはい、ところとかをね、なるほど、ちょっとだけ、はいはいはい、かじらしていただいたんで、いいっすね、はい、なるほどなるほど、それでこうみんなの反応を見て、あの有名なあのシロさんという方がね、おう、それを見た瞬間に、何これドエロいって言ったんですよ。へえ、もうなんかエロいっていう褒め言葉が僕の中ではちょっと最上級やんってちょっと思って。確かにいいっすね、うん、ちょっとそれは嬉しかったですね。あ、はい、いいなそれ使おう。何これエロいなって言ってたんで、はい、あれは嬉しかったですね。確かにそれは嬉しいな、はい、まあそんな、なるほどね、本当、はいはいはい、仕事いっぱいのところだったので、ちょっとね、あの本当ネタになるようなものがちょっとないなと。でもあれじゃん、なんかツイッターで、はい、なんかぼちぼち段ボール片付けようかなみたいな、なんかそうだ、あーもうそうでした、やっと苦節2ヶ月苦節2ヶ月あ、やっとついに、ついに畳みました、段ボールすべて片しました。あら、おめでとうございます。はい、業者に、持ってってもらいました。あ、持ってってくれるんですか今段ボールって。引っ越し業者の方がその持ってって、でそれをまたこう緩衝材とかに使うらしくて。へえ。はい。次のところに使うみたいなことらしいです。ね、はい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 。いやー、もうだからもう今段ボールがない状態。あら。やっと広々としたキッチンが。キッチンにあの段ボール全部置いてたんで、畳んだやつを。あ、そうだ、はい、なるほどね、うん、あ、やっと足の踏み場ができ た、まあ、た遅いって。1週間でやらないと邪魔だなと思ってたんですけど、いやいやいや、思ってたんなら、うん、なるほどね、なん、まあ、よかった、それはよかった、はい、苦節2ヶ月いやいや。やっとです。なるほど、まあ良かったですね。いや、ほんと年度内にできてよかったなとは思ってますけど。いやいや、だいぶ見積もってたな。だいぶ長期戦で動いてたんだ。そんな長期戦で動くことじゃないからな。もう共感はできないですけど。いや、その代わりですけど、今あの、うん、寝室はあの漫画が散乱してますね。おい、寝室に押し合っただけやん。段ボールから出して何を声高だかと。漫画バラバラバラってなってますね今ね。いや違う違う、一緒なのよそれは。段ボールから寝室に出しただけだから、ちょっと何にもなってないやん。しまうところが見当たらん。いや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 、よく言えたな。苦節2ヶ月とか、こっから年度内で何もなってない。いや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 、漫画を、いやその、はい、皮むいただけや。ただまたね、漫画ってのがほんと、いや違う違う、ずるいんですわ。棚に入れないと、棚に入れようとすると、棚に収めもうほんといつの間にか読んじゃう。いやいや、この漫画ってもんが一番。いや、しょう二度と言わないでくれ、片付いたとか。
ただ皮むいて本読んでるだけなんだから。あね、まだちょっと先は長いですね。先長い。これが難しいところでございますが。そんな中、まあまあまあ、新しい漫画も買っちゃうんで、ちょっとね、大変な。いや、まあね、漫画なんか毎月出るんだから、新しい。いや、そうなんですよ。だからしまわないとなとは思いますけど。まあね、はい、まあ、頑張ってください、それは。ちょっと頑張ります。はい。はい、というような感じでございますが、今週のね、はい、トークテーマというかね、お便りいただいてるので読んでいこうかなと思いますが、はいはい、まず一つ目、ちょっとトークテーマとは違うんですか、うん、二日酔いゲロゲロさんからの投稿でございます。はい、大島さん、鴨さん、お久しぶりです。お久しぶりです。いつだったかに恋愛相談なのでメールを送りさせていただいた二日酔いゲロゲロです。あ、なんかあったな、はい、なんかありましたね、はいはい、自分の環境に変化があったので、久しぶりにメールを送らせてください。何でしょうか。以前メールを送らせていただいた頃、会社でお昼ご飯を食べていると、隣に座っている同僚が真顔で、うん、なあ、二日酔いゲロゲロってお前？衝撃的でした。確かに飲み会の席でネタとしてチラッと話はしましたが、まさかバレるとは思わず、しかもメールで送っていた内容が内容でしたので、とんでもなく気まずい雰囲気になりました。え、聞いてるってこと、これを。その人同僚が聞いてるってことですかね。笑ってごまかし、モンストやってるのと話をそらすのが精一杯でした。こんな、YouTube の超絶隅っこにあるラジオを同僚が聞いていることにびっくりでした。あんま超絶隅っことか言うな、そのまずいろんな人傷つけて。そもそも二日酔いゲロゲロってこいつかなと思っても聞いてくるなよ。気まずくてメール送りづらくなったわ。このラジオ聞くなよ。そんな同僚も異動となり、出勤場所が変わり、もう顔を合わせることもほとんどなくなる。このラジオのことについて話しかけられることもなくなりましたので、メールを送らせていただきました。おいおいおい、お久しぶりのメール、長くなったこと謹んでお詫び申し上げますと。おい、なんだい、いろんなものにぶつかりながら、なんか。なんだろうな。ちょっと肩幅が広かったかな。肩幅が、うん、肩幅広かったよね。肩幅いろんなもの倒しながら歩いてたよね。バタンバタンと。うん、危ない危ない。でも、まあまあまあ、まあ、それはいいとして、はい、すげえ。すげえっすね。でもさ、でもさ、それってなんか飲み会で言ってたんって言うでしょ、まあ、こういう名前でこういう話をしてったらバレる、それはバレんじゃないの。まあそうですね。なんかじゃあ俺も、じゃあ聞いてみるかってなるってことでしょ、ね、だって。そうですね。なる、それは自業自得ですよね。自業自得な感じもしますね。まあでも、この感じで、まあ、奇跡的に本当に出会うこともあるかもしれないですね。いやー、いや、ないよ、こんな YouTube の隅の隅の方のラジオ。あんま、これ自分で言うから、あとそういうのは。あんま言ってくんな、そのメールとかで。こっちが言うから。いやー、ほんとそう。ほんとそうなのよ。いやいや、まあ、ありがたい。ありがたいですけど。ちょっとね、まあでも実際出会えたら、マジ奇跡でしょうね。マジ奇跡ですね。まあ、いなくはないだろうしね。まあ、夫婦で聞いてますとかいう人もいたりするから、実際に。はい、まさか同僚がってところで、すげえなー。いやー、そんなこともあるんだな。どんな内容だ、その内容が思い出せないからなんとも言えないところなんですけど、なんかでも恋愛相談だから、なんか上司のやつだっけ、なんか既婚者のやつだっけ。いや、ねあれじゃないかな、二日酔いゲロゲロはマッチングアプリのなんか、あ、マッチングアプリだっけ、話だったんじゃなかったっけな。そうか、だから若干気まずくなるようなことも言ってたってことですもんね。で、社内恋愛系ではなかったのか。だと思います、多分。でもじゃあ気まずくなさそうだ。そうですよね。そんなね、うん、大丈夫だと思うけど。なるほどね。まあでも変わらず聞いていただけるっていうのは嬉しいですけど、ね、また聞いていただいて、また投稿していただけるなんていうのはね、はい、ぜひともありがたいという感じでございますが、はい、今後ともよろしくお願いいたします。はい、お願いいたします。ではもう一つぐらいいきましょうかね、はい、ラジオネームプチプチプーチさんからの投稿です。はい、最近は寒くてハンドクリームをよく使います。いろいろなハンドクリームを使い、うん、自分に合ったものを模索中です。
お二人はこだわりのもの、ハンドクリーム以外でもいいので、ありますかと。危ねえ。いや、ハンドクリームだと狭すぎるし、こだわりのものだと多すぎるんだけど、その間ぐらいのやつってないのかな。もちろんハンドクリームのこだわりのものはないし、ね、ないですね。危なかった。本当ハンドクリームでこだわりのものはありますかって聞かれてたらマジでもう危なかった、うん、このお便り読むの間違えたなってなったと思いますけど。なるほどね。こだわりのもの、まあ、こだわりのもの、まあ、ハンドクリームじゃないけど、まあ、こだわりのものっていうほどじゃないけど、うん、僕リップクリームはまあ絶対使うじゃん、男でも。はい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 、はい、リップクリームは絶対メンソレータム、あのなんか緑の、女の子が書いてあるやつ、ナイチンゲールみたいな人がいるやつ、絶対あれ。え、あれっていいんすか結局あれが。え、なんだろうな、逆になんかあれ以外はずいみたいなとこありますよね。いや、あんまり僕正直あんまり、じゃん、あんまりリップクリームそんな使わないんで。使わないですか。そんなになんかね、まあいろいろあるんでしょうけど、僕他の使った、はい、なんかすげえピカピカするのとかある。あ、ある。わかんないんすよ、うん、なんか知らずに買ってすげえピカピカすんなとか唇プルンプルンだなみたいな、ね、プルンプルン。いや、だからそういうことじゃないじゃん別に。はいはいはい、赤切れだけ防いでくれりゃいいから、はい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 、カサカサだけ、はいはいはい、ってなるともう他のがわかんないみたいなとこもあります、ね、ああ、まあメンソレータムでいいかなくらいの感じってことですよね。そう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 、なんかそうだから、なんかあとなんかスースー、あの発火の感じというかね。はいはいはい、はい、あ、もうああいうのが子供の時から使ってるから、ああ、安定の安定だから他のがもうわかんないっていう理由ですけど。ああ、まあそういうのはねありそう、確かに。それこだわりというかあれですけどね、本当に。まあ、そうか、こだわりではないのか。そうですね、こだわりか、なんだろう、こだわりってなるとやっぱ確かにむずいっすよね。え、だから、うん、こだわりってどういうこと。例えばビールだったらもう絶対札幌みたいな。札幌とか絶対キリンとか絶対アサヒみたいな。なるほどね、なんか、あ、なるほどね。なんかあるかな、こだわってるもの。マジあるんだろうけどな、マジでパッと思いつかないですよね。パッと思いつかない、なんだろう、ちょっと絶対あると思うけど、パッとこう周りを見渡せば、うん、こだわり、そんなこだわってないからな僕は。嘘、めちゃくちゃ強そうなのに。こだわりが、うん、こだわり強いかもしれないですけど、まあなんかなかったらなかったでいいかなっていう感じの、なんかこれじゃなきゃ嫌みたいなのは。まあそうか、俺もそうだな、どっちかというと。本当にいますもんね、これじゃなきゃだみたいな人。いや、本当そう、怖いなってぐらい、うん、こだわる人いるじゃないですか。いる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 。なんで？なんで？ってちょっと思いますもん。いいや。そうね。もう確かに。あ、でも、あ、これ物じゃないですけど、僕のこだわりというか、うん、あれなんですけど、うんうん、バイバイって言えないんですよ僕。え？どういうこと？なんかあんまりバイバイっていう言葉が気恥ずかしいというか。え、じゃあさよならっていうってこと？うん、あのさよならもちょっと。となんか悲しげじゃないですか。いや、まあまあ、からお疲れ様ですとか、あ、もし言うとしてもまたねとか。あ、なるほどね。なんかあんまりなんかバイバイバイって子供とかバイバイって言うけど、うん、だから、うん、またねって言うしかないです。だから子供に対してバイバイバイ、なんか、あ、なんかちょっと恥ずかしくて言えない。へえ、そうなんだ。お、全然言うな俺バイバイ。いや、だから、うん、なんか癖づいちゃって、それがお疲れ様でーすとか、またねー。あー、でも確かに確かに、そう、なんかそういうお疲れ様でーすのイメージあるな。なんかなかなか言え、だから中学校ぐらいから僕それで、あ、バイバイってなんか言えなくなって、お疲れーってなんかみんなに。早いっすね割と。そうなんだ、少年時代から。少年時代から割とお疲れ。それはこだわりかも、確かに。こだわりかもしれないです、これは。ものというかですけど、所作で。ああ、確かにそれは、それはもうあんま
分かんないですもん。分かんないというか初めて見た、そういう人。初めてだな。なんでか、なんか五章みたいな、なんか五章の分かる、なんか分かんないですけどね。金輪際このその時点で別れた場合、なんかうわ最後バイバイって言っちゃったなみたいななるとかね。いやさよならって言っちゃったな。めんどくせえ、めんどくせえ。めんどくさいな。まあまあまあ、こだわりなんてめんどくせえって言うもんですよね。まあね、まあ、そういうことだよね、ああ結局。結局は。いや、そういう感じか。いや、俺待って、確か俺、思いつかねえな。こだわってるもの。でもなんか、あんまこだわりがないんだろうな。でもなんかね、あの、コーヒーの瓶にシュプリームのシール貼ったりして。おい、やめとけ。まだいじってる。剥がしたいけど、もう、剥がしたいけど、剥がれないんだ。ビタビタについて、一番剥がしピタピタにひっついて。あれはこだわりの瓶だと思ってたんですけど。あ、でもあ、俺それで言うとコーヒーで思い出してましたけど、はい、もう僕絶対その深入りじゃないと嫌ですね。浅入り飲めないっす。あ、ちょっと酸味の強い系 の酸味のとかちょっとフルーティーなやつとかは僕もう本当飲めないっすね。わ、気をつけ。あ、いや全然あれですけど、はい、もう苦ければ苦い方がいいというか、コーヒーは。ああ、そうなんすね。だから絶対聞きます。あ、これ深入りですかとか。ええー、コーヒー屋さんとか行ったら。すごい。やなんかこれ分からんから適当に買ってるもんな。嘘、俺めっちゃ結構聞きますね。へえー、はい、こだわりだ。それは割とこだわりっぽいな。それこだわりっすよね、多分。うん、今ね、流行ってんすよ、浅入りが。そうっすよね。ま、おしゃれなコーヒースタンドとか行ったら、絶対浅入りなんすよ。うん、いや、そうそうそう。ケニア産の浅入りが入ってますみたいなね。なんかそう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 。うん、で、店員さんおすすめ来たら絶対ね、うん、その浅入り勧められるから、そうですね。僕、一番苦いのにしてくださいって言うんすよ、だから。ああ。そう。で、なんか深入りでとか言うと、なんか、こいつし、なんか。あれなんか知ったかぶってるなみたいな、ね、知ったかぶってるなって思われるから、はい、苦けりゃ苦い方がいいですとかちょっとバカっぽく言ってバカっぽくそうそうそう、できるだけ逃げのでとか、そう、もうちょっと逃げてますけどあ、まあまあまあ、でもちょっとなんとなくわかる。そのなんかそうそうそう、電気屋さんとか行ってなんか結構下調べした後に、はい、うん、行って、いや、めっちゃいっちゃいいやつってどれになりますかねみたいなそうそう、ある程度知ってんのにね。そう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 このテレビのこのいっちゃいいやつってどれになりそうですかみたいなそうそう、恥ずかしいからね。そうそうそう、うん、頑張ってると思われたくないからあるあるだな、ちょっとそれはあるな。ね、そうよね、うん、あるよね。いや、いいっす、それかな、こだわりは。あ、はい、はい、というようなね、こだわりポイントをちょっとお話ししていきましたが、いやー、ね、まあそんなところかな、トークテーマとしては、うん、今週は、ね、はい、ありがとうございます、はい、というような感じでございますが、じゃあ今週のお歌のコーナーに行きたいと思います。はい、はい、今週のお歌ですが、ゆきのちゃんの方にありがとうございます、リクエストしまして、で、あのゆきのちゃんの方にね、あのリクエストしてたんですけど、はい、はいはい、ちょっとあの間に合いそうにないっていう話だったんですけど、なるほど、今ちょうど今届きまして。マジかよ。はい、忙しそうでしたよ、今週なんか。今週忙しそうだったところ。なんかツイッター見たら、はい、いろんなとこ行ってね、競馬の仕事とか、うん。そう、そんな中、ありがたいわ。本当ギリギリにちょっと今ちょうど来たので、うん、ありがとうございます、本当に。聞いていただきましょう。どうぞ。はい、いつも君と待ち続けた季節は何も言わず通り過ぎた。雨はこの街に降り注ぐ、少しのリグレットと罪を包み込んで、泣かないことを誓ったまま時は過ぎ、痛む心に
気がつかずに僕は一人になった記憶の中でずっと二人は生きてゆける君の声が今も胸に響くよそれは愛がさまよう影君は少し泣いたあの時見えなかったはいというわけで聞いていただきました、ゆきのちゃんによるハローアゲインでございました。良すぎる良すぎるフルで聞きたい。ちなみにですけど、実はこの曲はさしみさんからのリクエストがありまして、いやさすがだわこの曲を選ばせていただきまして、いやさすがさしみさん。まあさしみさんの世代になるとまあこの辺ですもんね、やっぱね。いや僕もこの曲超好きなんですよね。ああマジです、今でも聞くぐらい。やっぱ確かちょっと若干世代じゃないんですけど、まあマイリトルラバーさん、まあ、あとはねさしみさんで世代で、まあ、リンドバーグだとかヒステリックブルーとか、なんかその辺の多分そうなんでしょうけど、ちょっと僕らはね、はいはいはい、ちょっとやっぱジッタリンジンとかねタマーとかになっちゃうんでね違う一緒一緒一緒よもうちょい上だわ、そんでジッタリンジンとかタマさんとかジッタリンジンさんそのもうちょい上だからちょっとイカ天ブームにやっぱこう、いやそんなところでイカ天僕ら、ね、いないのよ、そのいやその世界線にいないから俺らはイカ天ブームの時にはやっぱちょっと、ちょっと違う、いやいやいや、ま、ちょっと若いな、ずれてるな、ちょっと若いかもな、いやずれてるよ、なんかどこの世界で生きてんの、なんかわからん同い年のはずなのに話が合わないおかしなおかしな話ですよおかしな本当に、おかしな、いや最高、いや本当懐かしいなこの曲は、染みますね、ゆきのちゃんの声とまた合ってるわね、本当に素晴らしい曲を、はい、ありがとうございます、ありがとうございます、本当さしみさん以外もこれを聞いてる僕の知り合いの方々、いやいるでしょ、リクエスト全然ぜひぜひ、はい、全部無視しますのでよろしくお願いします。無視するんかい、はい、お願いします、本当にね。というわけで、はい、じゃあ今週の お便りのコーナーに行きたいと思います、はい、はい、まずは、お二人さんこれおすすめですよ、はい、はい、こちらのコーナーは、リスナーの皆さんからおすすめの品をねちょっと教えていただこうかなというようなコーナーでございますが、うん、はいはい、ではまずこちら行きましょう。ラジオネームハリウリサオシさんからの投稿です。はい、ガモちゃんシマちゃんこんばんは。あ、こんばんは。いつもラジオ楽しく聞いております、ありがとう。大島さんのカレーのツイートを見るたびに行きたくなるのですが、うん、はい、九州にいるのでいつもカレー欲だけ高まり、ココイチでカレー欲を満たしておりますとはいはいはい、前置きはさておき、うん、私が今回おすすめするのは、はい、バキバキ童貞と自称するグンピーさんの YouTube にハマっております。あ、なんだっけ、はいはいはい、内容は一人で、見ないといけないようなものなので、お一人身のお二人にはぴったりだと思いますのでぜひ見てくださいと。あ、バキドウさんね、なんか知ってるな、芸人さんでしたっけ。芸人さんですね、春と飛行機だったっけな、魔石の魔石だっけ、ね、魔石でしたっけね、確かなんか知ってってますね。おすすめとかなんか、まあ、結構チラッと見たことある。グイグイ来てる、グイグイ来てる、赤野さんより、あー、どっこいだな、岸高野さんも確かに来てますけど、うん、なんだろう、岸高野さんが、まあ、でもメジャーっていうのもちょっとおかしいか、なんか、うんうん、王道を行くところで行くと軍備さんちょっとこうサブカルよりかなっていう感じはしますね。なるほど、わ、ちょっと見てみよう。いやでも面白い、ほんと面白いというかね、やっぱね、そのバキドウさん、そのグンピーさんが、はい、やっぱね、なんかね、達者なんですよね、口が。あ
まあね、その普通に芸人としても、そう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 、ね、普通に、うん、そうなんですよ。その岸高野さんはやっぱキレ芸みたいなところあるじゃないですか。はい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 、やってバキドさんは本当童貞をこじらせてるなんかこう喋りというか、なるほど、がすごくこうね、うまいなとはやっぱ思いますね。なんか見た目とかもなんかそういう感じですもんね、はい、なんかそうそうそう、ずっとダウンジャケットはいはいはい、感じで、メガネのちょっとふくよかな感じで。なるほど。いやー、ほんとね、いや面白い。いいな、見てみます。それは本当にちょっと気にはなってたんで、はい、はい、いやすごい、なんかいろんな企画やってるんだ。その ポケモンの、ピクシブで18禁の、投稿数どれが一番多いのかみたいな、何が多いのか。ああ、サブカルっすね何が率で多いのかみたいなんで、意外とサーナイトがちょっと下の方にいるとか。なんか何が意外となんだよ何をもって意外って言ってるね。あ、意外とこいつが上なんだみたいな感じ。いや、その何を基準にしてんだよ、だから面白いっす、ね、いや面白いっす。はい、わかりました、はい、見てみます。ぜひとも、はい、バキドさん見ていただければと思いますが、はい、続いてラジオネーム、アクエリアスさんからの投稿です。はい、大島さん、カムさん、こんばんは。こんばんは。今回僕がおすすめするのは、花盛りの君たちへイケメンパラダイスというドラマです。なんかしてるな。2007年に放送されたドラマなので、僕よりも皆さんの方が世代だとは思いますが、うん、主演が堀北真希さんの、はいはい、学園ラブコメディーです。うん、この作品の魅力は何といってもイケメンの多さと豪華さ。小栗旬さんや生田斗真さん、水嶋博さんに、うんともラジオにも出演されていた、石垣優馬さんなど登場人物が全員イケメンと。ストーリーとしては、ある理由で男子校に転校することになった堀北真希さんが、女とバレないように、男装して学校に入学し、はいはいはい、目的を果たすために頑張るというような話です。知ってます、知ってます。見たこともある方も、今見返すとあの俳優さんがという発見もあると思うので、ぜひ見てくださいと。どっちこれ。これは本気ですね、この方は。本気の方。多分アクエリアスさんはちょっと若いんでしょうねあ、そういうことね。おそらく。あ、だからちょっと今の若い子が、うん、見てみた。あれ、この人、そう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 、 こんな若かったんだみたいな、こんな人がこんないっぱい出てんのみたいなところ。まあでも確かにそういうの結構あるか。あります、あります。今ないのか、あんまりそういうの。あー、ないかもですね。僕らの時めっちゃありましたよね。めっちゃありました、めちゃくちゃありました。なんだったらそれこそあの映画バトルロワイヤルかて、このちょい役でこの人使ってんだとか。いや、マジでそう、マジでそう。だってウォーターボーイズもそうだし。いや、そう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 。なんかそう、学園系の、これにこの人出てんのみたいなのが、確かに今はちょっと薄いのか。薄いかもしれないですね。なるほどね。そら衝撃になるか。そうかです。確かに、それ本当にみんなイケメンだったもん。読んで字のごとく。本当読んで字のごとく。そんな、なんかスポーツ系のイケメンがいたり、知的なイケメンがいたりみたいなね。そうね、いろんなイケメンいましたもんね、本当に。そうですね、全クラスの全員がイケメンだったもんな、確かに。いや、堀北真希ちゃんも可愛いし。そうですね、じゃあ、うん、いや、なるほどね。いや、なんか新鮮だわ。新鮮ですね、僕らからするともう当たり前というかね、割と。そうね、だから本当極戦とかそういうのと一緒だ、うん、そう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 、感じ同じ系風。ああ、この感じねっていう感じで見てたから、まあ、うん、そうね。今の若い人から、若い子からしたら、そうなんだと思って、なんか新鮮です。こういうね、俳優さんが集まるっていうのがあんまないのか、うん、なるほどね。確かにあのハイアンドローとか、なんかそういうのも中心となるのはやっぱこう LDH のメンバーとかになっちゃうとか、そういうのもあるのかな。確かにね。ああ、いや、いや確かに難しいな。いそういう時代なのかな。うん、なかなか出演者にね。うん、そうか。いや、面白いな。ねえ、うん、ありがとうございます。ありがとうございます。はい。では続いて、ラジオネーム au の影武者さんからの投稿です。はい。ガモさん、カレヤさん、こんにちは。
こんにちは、僕は小学校の頃うんこを漏らしてしまい、それ以来、肛門を鍛えようと思い、今ではあらゆる波を調節できるようになりました。すごっ、そんな僕が、腹痛の我慢の仕方を、お伝えします。マジで教えてほしい、それは肛門さんに優しくするということです。大丈夫だよ、まだ出しちゃダメだよと諭してあげてください。そしてもし できるうんこができる直前になっても、本当に座るまでは安心したらダメだからねとサポートしてあげてください。このように接してあげることで、腹痛とうまく付き合います。試してみてくださいと。時間返せよ。何なんこれ。やっぱね、こう肛門には優しく。何をして、いや違う、ダメだよ、まだまだダメだよ、まだ奥に行っときなよって。何それ、だから開いちゃダメだよって。それを何か聞いてんの、意味がわからん。なんでそれで我慢できるようになるかがわからん。そう、やっぱこうダメだ、ギュッギュッてして、こうダメだ、出しちゃダメ、うっってやるんじゃなく、ダメだよ、うん、まだ出しちゃダメだよって。まあ確かにそう思ったことはないわ、うん、人生で。そうそうそう、焦ってるじゃないですか。ダメだ、ちょっとやばい、ちょっとマジで待って、マジで待ってみたいな、うん、そっちしか確か考えたことない。違う、それじゃダメです。そんな時でも大丈夫よ、まだダメだよです。ま、本当だな。信じるぞ、マジで。マジで信じるからな、これ。やばいじゃないです。あ、やばいなと思ったとしても、あ、大丈夫よ、まだ大丈夫よっていう感じ。ま、これでマジで漏れたら責任取ってくれよ、マジで。俺次やるから、これ。収録中にちょっと頼むよ。やってみてください。収録中に大丈夫よ。いや、大丈夫よ。収録中だといろんな人に迷惑かかるから。ちょっと、はい、一人の時にやりますけど、はいはい、本当かな、まあ、やったことないからね、なんとも、まあね、まあ、否定はまだね、うん、やったことないから否定するのもあれですから、そうですね、ちょっと、はい、はい、ぜひとも皆さん試していただければと思います、はい、じゃあラストにしましょうかね、うん、ラジオネームあやちゃさんからの投稿です、はい、コメダコーヒーのアイスココアはアイスとココアが一体1対1で飲み物なのにデザートみたいなのでおすすめです。ん？アイスココアっていう、アイス、そのアイスクリームってことでしょうね、が半分入ってんのってことじゃないですか。え、何の、ココアの、ココアの1対1、ココアのアイスクリームと飲み物のココアが1対1で入ってんのってことなのかな。なそんなことある。まあ、なんだろう、バニラアイスなのかな、何アイスだとしても1対1はちょっとやりすぎな気がするけど。やりすぎだよな、うん、グラスの半分アイスってことでしょ。米田コーヒーならやりかねんっていう気持ちもちょっとあるけどな。え、絵が浮かんでないのよ俺まだ。氷入ってないのかな。少ない高校の中に思いっきりアイスクリームがドシーンってことですかね。マジで、いやー、それはもう絶対そうじゃ、それじゃあ、ココア飲みたいのになーって思う人いない。それはもうココア頼んでくださいじゃないですか。え、でもこれむずくないですか。コメダコーヒーってすいませんアイスココア一つって言って、うん、それ出てこられたら、うん、あ違うなってなりますよね。なる冷えたココア欲しい、頼んだのこれじゃないです。そうそうなりそうだよね。うん、ちょっと、すごい、見てみたい、実物を。ちょっと見てみたいですね。うん、ちょっと今後ちょっと調べておきますが、ちょっと米田行った際は、はい、はい、見ておきましょう。はいはい、というような感じでございますが、うん、今週のお便りどうでしょう。今週はあの方にしようかな。ちょっとまだ疑心暗鬼ではあるんですけども、うん、はい、肛門。ああ、 au の影武者さんの肛門ですね。ちょっと、はい、まだうん、マジですごい発明の可能性も残されてるから。そうですね、はい、うん、大丈夫よですね。そうね、はい、差し上げましょうか、ね、差し上げましょう。じゃあこちら、はい、ステッカー差し上げます。おめでとうございます、はい、おめでとうございます、では続いてのコーナーに行きたいと思います。続いては、はい、愛なき相談部屋。はい、はい、こちらは本当にもう僕と大島さんが心を鬼にして、皆さんの悩みとかを、ね、はい、ちょっと
バッタバッタと切っていこうかなと思いますが、うん、はい、では行きましょう。まず一つ目、ラジオネーム一流シェフシェフチェンコさんからの投稿です、はい、ちょめちょめクラブのお二人こんばんは。はい、はい、何、ごめんなさい、ちょめちょめクラブに関してはお二人とじゃないですね、僕だけしか関わんないですね。本当分かりにくい、これボケだと思いますけど、あの大谷小判さん、あ、そうなんだ、はい、大谷小判さんって方がむちゃくちゃ僕に似てるという、ね、あ、なるほどね、はい、あ、なるほどね、あ、そうです、はい、難しい、いつも楽しく配置させていただきます、はい、早速相談なのですが、うん、最近離婚をしてしまい、あら、とても暇になってしまいました。うん、これといった趣味もなく何かに打ち込んでいることもありません、はい、何かおすすめの趣味などがあれば教えてくださいと。ああ、いや、それが送るとこ間違えてない、それそうですね、結婚なんか結婚の相談状とかなのかな。いや、そのそうか、そのそれを聞きたかったな、離婚の理由を。そうですね、うん、なんかおすすめの趣味を教えてほしいのね、うん、その離婚なんか趣味が理由でとかそういうことでもないんですね。なんかでもないんですね、うん、こういう理由で離婚してしまいましたとか、うん、ね、それならなんかなんとなくまあね、そう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 、言えることがあったかもしれない。おすすめの趣味を教えてください。そうそうそう、ないよ、もう別にその人様に教えれるような趣味は別に。そう、趣味なんてもう本当勝手に勝手にやったのをやりゃいいんだから、そう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 、本当にね、だって別に人の趣味を聞いてじゃあ僕もそれやってみようってだってなる人とならない人がいて、そう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 、俺はならない人だから。そうですね、僕もそんなならないからな。そうなんだよな、そう、離婚の方がでかいからさ、こっちからすると、そっちが聞きたいのよ別に趣味を教えないのよ、別に。いや、本当そう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 なんかすごいな、むずいな。そうですね、見出しが気になりすぎてね、その後の入ってこない記事が入ってこない、ヤフーニュースと一緒、これ見出しだけ、本当にずるいわ、ずるいな。そうか、見出しで選んじゃったんだ。そう、見出しで選んじゃいました、川家さん。最近離婚をしてしまいがやっぱこう飛び込んでるんですけど、はいはい、確かにね、確かになんかこのコーナーっぽいしね、なんか、はい、あ、うん、いけるかなと思ったら、いける、うん、最後は、おすすめの趣味などがあれば教えてください。何それ最後着地ふにゃふにゃしてる、着地がふにゃふにゃしてるけど、ちょっとね、うん、足がくじきかけてますね、やっぱね、これ、うん、うん、まあこれはちょっと説教ですよね、だからもう、うん、見出しが気になりすぎる、そこじゃないから、うん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 。申し訳ないです、申し訳ないです、はいはい、では続いて、ラジオネーム、前歯を頭蓋骨に食い込ませないでさんからの投稿です。名前すご、大島さん、ガモさん、こんばんは。ちょっと見出しがすごすぎない、それも。なんかその何名前すごいな、入ってこないって、あんまりその絵を想像しちゃってるから、これじゃ前歯を頭蓋骨に、そうそう、そのどういうことってなっちゃってるわ。まあ、いい、まあ、咀嚼しましょう、そこは一回咀嚼して、はい、じゃあもう一回いきますね、改めて、はい、ラジオネーム、はい、前歯を頭蓋骨に食い込ませないでさんからの投稿です。うん、やっぱ無理だわ、すごいわ名前が、名前すご、何それ、むちゃくちゃな状況だもんな、それいつ思いついたん、その名前嘘だ、この名前はね、はい、すごいわこの名前は、はい、すいません、ふと、はい、投稿しようとしたときに思いついたんですね。まあ、いい名前だな。はい。ちょっと危ないので、ちょっともう内容からいきますね。はい。大島さん、鴨さん、こんばんは。こんばんは。私は仕事以外ではとっても暇な時間を過ごしているのが大好きです。うん。うんうんうん。そのため、携帯がお友達なのですが、うん、既読やらリプやらがとても早いです。うん。本来悪いことではないとは思うのですが、こいつ暇人だなとか、うんうん、早すぎて怖いとか思われてないかちょっと不安です。あ、ちょっと前のメール世代だと既読なんてなくそんなこと気にしなかったのに、お二人はどうですか、リプやら返信やら、うん、既読が早い人のことどう思いますか。最高じゃないですかね、一番仕事できる人じゃないですかね、え、うん、そんな早いに越したことないですよ。いや、そうですよね、え、逆にいつまでたっ
経っても既読つかなかったりしたらどういう意味やねんってなる。いやほんとそう、普通にそれはそう、うん、なんか普通にやり取りして、普通にまあやり取りしてて急に既読つかなくなったりするときあるじゃないですか、うん、そうそうそう、あるあるで、別に仕事とかじゃ、まあ全然なんかその普通に夜とかで、うん、どういう意味って なりますよね。今これ一個だけ会社もう終われんのにみたいななんでそれが無理やったんみたいな、やっぱこうね、最後の一口が食べれないみたいなことですよね、うん、いやまあまあ、うん、いやちょっと一緒かは分かんないですけどそれがいやでも、はいはいはい、いや、うん、だから絶対早い方がいいし、そうですね、だってリップとかもさ、つぶやいた直後は見るけど一回それ置いちゃったらもう見ないじゃん。そうね、うん、マジで返信とかもすぐくれたらすぐね、その返信するけど、はい、今もうだって不安ですもん、うんうん、不安、ツイートしたら、これ、うん、この人数にリーチされてるよって出るようになっちゃったんですか。ああ、そう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 、あれもうやめてほしいなって思ってますもん。確かにわかる、そのリーチ数で、あ、うん、リプ来てないなって思うから。ああ確かに、え、うん、あれってどういうこと、その数見てるってことなの。見てるってことでしょうね。すごい、表示されてるから、見てるというか表示されてる、はい、まあ、1回押してるってこと。押してない、多分なんていうんですか、こう流れでこう表示されてる、タイムラインに載ってるみたいな感じだと思います。あ、なるほどなるほど、うん、そっか、はい、こんなにリーチあるのにリプ2みたいな、うん、そういうことになること。そうですそうです、あ、確かに何でもいいからしてほしいですよね、何でもいいから、うん、うん、いいねもしてほしいし。そうですよ、いやだから別にリプやら返信やら既読早いの全然いいと思いますけどね、うん、最高です、うん、最高でしかない。全然暇人だな、はい、早すぎて怖いは、うん、ないかな。ないよ、そいつがなんか言いたいだけでしょ、なんか忙しいアピールじゃないけど、暇なくせに、そいつも、そう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 、そう、そいつも暇なくせに言ってるからね。そうだよ、ほんとそう、うん、マジでそれはそう、うん、いやおかしな話だ、ほんとだよ、そいつが悪いでよ、そいつが悪い、そいつが悪い、相手が、うん、そんなやつを相手にするな、相手に しないほうがいい、あなたはあなたのままで大丈夫です、はい、はい、では続いていきましょう。続いて、はい、ラジオネーム夢見る少女40歳さんからの投稿ですはい、遠距離の彼がいるのですが、 お二人より少し年上の男性への誕生日プレゼント何がいいと思いますか。なるほど、ちょっと夢見る少女40歳って書かれてるから、それの年上、え、うん、違うか、え、夢見る少女40歳の方の遠距離の彼氏さんが俺らの多分33とかだから35、6歳ってことか、なるほど、ね、年下と付き合ってるってことね、うん、なるほどなるほどってことじゃないのっていうことでしょうかね、うん、おうおうおう、まあ僕らの、まあどっちしろ僕らのちょっと上の世代が何が欲しいかっていうのをお伝えした方がいいってことですよね。はい、あ、え、何が安牌なんすか、何が安牌なんすかこれって。いやー、でもさ、それってその人の年齢にもよるからな、まあ、40歳だと仮定して年下の僕らぐらいの人たちにやるってやったら、やっぱそう、革系、あー、革製品ね、革製品じゃないですか、あー、無難なのは、なんだろう、まあ、なんでもベルトでもいいし、名刺入れでもいいし、うん、小銭入れでもいいし、うん、キーケースとか、まあ、うん、なんか財布とかだったら結構高くなっちゃうから、はいはいはい、まあ、1万から2万ぐらいの、まあ、うん、うん、なんか革小物とか、革小物ね、が一番無難な気はしますけどね。確かに男性、うん、そうですね、それはそうかも、うん、意外とベルトとかって買いいの買おうってあんまなんないですからね。いや、なんないな、うん、あ、なんか自分でいざ買うとなったら、いや、そうなんだよな、うん、いや別に買えるけどっていう、はい、うん、無難なとこで言うとやっぱそこですよね、う
はいはい、相手のこう、はいはい、なんていうんですか、ライフスタイルとかも関係ないですもんね。そうそうベルトとかなんかそういう革系ってなると。うん、革系、うん。うん、でもかな、遠距離の彼で、うん、無難なのプレゼントしてもってちょっと思うところありますよね。ああそうか。だから時計とか、時計とかの方が見る。時計ってさ、いらんか。マジでキリなくない？いやいると思うんですけど、今そのスマートウォッチもあるし、そうなんですよね。それがあるんだな。なんか時計今めっちゃむずいっすよね。確かに。うん。上見たらキリないしさ、上見たらキリない本当に、下見たらもうなんか変なのになっちゃうし変なになっちゃうし、別にそれならね、アップルウォッチがいいのかな、アップルウォッチがいいってようになる。アップルウォッチが間違いないのかな。じゃあアップルウォッチは持ってなかったら間違いない気はしますね。最強、うん、アップルウォッチとエアポッツ持ってない方のどっちかにすれば、いやマジでめっちゃ嬉しいそれそれめちゃくちゃ嬉しいかも、ね、めちゃくちゃ嬉しいですよね、うんうん、僕らより年上の人とかはちょうど欲しいと思う。ちょうど欲しいでしょうね。いやいいじゃないですか、うん、ねえ、うん、それだな、それだな。確かに俺も今どっちか欲しいもん普通わかる、ね、どっちか欲しいわ。どっちか欲しいよね、うん、なんかもらえるんだったらいいのってなっちゃう。マジで嬉しいマジで喜べる本当に、ま、心の底から心の底からマジで、うん、たまにあるありますもんね。やっぱ誕生日とかでもらって、はい、ああ、うん、ありがとうみたいな、ね、そう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 、うん、嬉しいけど、うん、心から100で喜べない時ってあるじゃないですか。ありますあります。そう、でもアップルウォッチかエアポッツだったらマジで100で喜べ100で120いけるもう120でいける。本当。結構まあでも男性ってそういうところありますよ。そのなんだろう、機能というか、なんかちょっとこうね、はいはいはい、そこに対する思い出とか、なんかそっちよりも機能がなんか結構。いやそう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 。うん。やっぱいやそうね。ワクワクするからね、やっぱそういうのって。ね。うん。なんかそういうのがいいんじゃないでしょうかね。ね、いいと思います。おすすめですね。はい、まあ予算に応じてですけど、ね、そうですね、本当予算4万ぐらいならそれでいいかもね。エアポッツとか4、5万出せるならそれ、2万ぐらいまでなら買わ、うん、うわ、めっちゃいい回答になったんじゃないですかね。はい、では最後にしましょうかね。ラジオネームじっちゃんの顔にかけてさんからの投稿です。はい、最近トイレが近くて、困っております。はいはいはい、ゼロコーラをガブ飲みしているせいだと思いますが、どうしたらいいですかね。というね、多いですただただ、はい、ゼロコーラとかじゃないです、多いです、多いです、はい、あと俺もマジで近くなりました。あとあ、マジですか。夜とか、はい、まあ、ちょ何年か前までは普通に朝起きるまでトイレ大丈夫だったんですけど、絶対夜中に一回起きてるもん。やば。そうなんですよ。トイレ行きたくなって。トイレ行きたくなって。あら。やばいっすよ。俺怖、それですね。怖ってなる。あ、でもだからその寝る前も飲まないように気をつけたりとかして。あ、やっぱお酒か、お酒が。いやそう、やっぱお酒でしょうね、マジで。いやお酒は本当良くないと、僕だって。良くないんですよ。もう全然だってそれないっすもん、僕は。嘘、やっぱやめといた方がいい。休館日ちゃん作ろう。休館日作ってください、そこは。マジで飲んでるもんな、毎日。いや危ない危ない危ないよな、本当。肝臓やられますよ、本当。そんなやつね、本当にちょっと気をつけよう。気をつけてください。うん、まあ、言うて僕も肝臓はやられてるんですけどね。やられてんのかい一番もったいなくないですか。なんか酒も飲んでないタバコも吸ってない。確かに何ってことはないのに肝臓やられてる。肝臓もなんでってなってるでしょうね肝臓側も。もうだって僕もうジュースも割とやめてそうなんだ、はい、水とお茶ばっかり飲んでんのに肝臓はやられ太る一方なんで困ったところだ、ほんと。まあね、それも多いでしょうね。多いですね、これも。
代謝がちょっとね、あれっていう、そう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 、そういうとこですよね。皆さんもね、健康にはちょっとね、本当に気をつけていきましょう。そう、ゼロコーラも言うてよくないと思うので。そうよ、うん、それで過信とかその辛辣起きすぎよ、ゼロキロカロリー。そうです、水がやっぱ結局は、そうそうそう、うん、そこに疑問持たないと、ゼロなのになんで甘いんだろうってところ。いや、そう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 、そこですよ。カロリーがゼロなだけで糖質はあるとかありますしね。そう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 、気をつけてください皆さん。気をつけましょう。はいはい、というのね、お便りでございましたが、はい、今週どうでしょう。あ、これにしようかな。まあ、名前も込みで、はい、前歯の人あ、前歯を頭蓋骨に、食い込ませないでさんですね。はい、はい、こちらにね、ステッカー差し上げたいと思います。よろしくお願いいたします。はい、お願いいたします。はい、と言いますことでね、本当皆さん投稿ありがとうございました。 ありがとうございます。今後もね、まだまだお待ちしておりますので、はい、ぜひとも皆さんの投稿よろしくお願いいたします。お願いいたします。はい、と言いますことで本日はこの辺で謹んでお詫び申し上げます。ありがとうございました。ありがとうございました。